承知しました。行ってきます。どうも、びっくり台湾の本社に勤めるたかしです。現在の僕の最大の任務は、いろいろな台湾を発見し、世界に発信すること。わしを支配台湾だ。台湾の皆さん、あなたとの出会いが待ち遠しいです。それではびっくり台湾、行くぞ。皆さんこんにちは、びっくり台湾びっくり部の部長たかしです。ということですね、今日はですね、ミャオリーに来ております。ミャオリーといえば前回リュウハ先生とね、ドーファーの味がするサンマを探せと言って、駆け巡ったところですけど、今日は一体どんな任務が待ち受けているのでしょうか。ということで今日の任務はこちらでございます。じゃらん、酸っぱい小籠包を探せ。腐ってますね、確実にこれは。いや腐ってるでしょ絶対に。でもちょっとグダグダ言っても仕方ないんでね、早速ねこちらの任務を行ってきたいと思います。ということでこちら貼っていきましょう。はい、ということでこちらの任務をね今日はやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとねでも酸っぱい小籠包って多分ちょっとこう匂いがすごいと思うんですよ。なんでちょっと今日はね、僕の匂いに強い友人にお願いして、僕はちょっと休憩させていただきたいと思います。はい、ということでじゃあ呼びましょうか。友人の高次郎、カモン。水の呼吸、火の肩、水車。どうも高次郎です。ここ鬼いないから、技出さなくていいから。あのね、今日はね、高次郎ね、でね、この今日ちょっとこの任務をお願いしたくて、ちょっと酸っぱい小籠包を探してきてもらえますか。小籠包って言ったら、ちょうど僕昨日食べたやつ持ってきたんで、ちょうど酸っぱくなってると思ってるんで、どうぞ。お前殴るぞ、それはさすがに殴るぞ。わかりました、じゃあ今日は高志部長のために任務に行きたいと思います。本当に、じゃあ頼むよ。オッケー、オッケー、じゃあ頼むよ。じゃあ俺今日ちょっと帰るからね、俺今日台北に帰るから、じゃあこの酸っぱい小籠包頼むよ。バイバイ、バイバイ。でも今日任務って言ったら、高志部長普段パートナーいるけど、今日誰かいるんですか。はい、今日はめっちゃ最高の人が来るよ。お、最高の人。はい、じゃあ早速パートナーをお呼びしたいと思います。パートナーカモン。恋の絵日傘くるくると、チョチョさん、チョチョさん、どうもー。どうもじゃないですよ。今日は胡蝶流派でございます。胡蝶流派なんですか。はい、チョチョさんです。胡蝶さんのコスプレということで、胡蝶流派ということで、はい、わかりました、はい、頑張りますので。僕はね、高次郎としてこの鼻を使ってね、今日はねこの任務に挑戦していきたいと思います。私はあの虫の呼吸で高次郎をお助けしたいと思います。あ、ありがとうございます。でも先生、あの僕今日高次郎鼻が効くんで、この鼻に任しとけば大丈夫ですから。わかりました。うん、でもん、ちょっと待ってください。ん、あ、なんか匂いが、なんかこっちです先生、こっちです、こっちです、こっちですか。どこどこ。ということで今日は高志部長の友人の高次郎と校長龍派の2人で酸っぱい小籠包を探しに行くことに。2人とも頑張って。早速高次郎の鼻が何かを嗅ぎつけたようですが、一体何の匂いなのでしょうか。無事任務クリアなるのか。これだ。何、どうしたの。これです。これ、はい、菊の花。あ、菊の花か。菊の花よ。菊の花なんですね、うん、なんかでも普通の菊の花と形違くないですか。なんか丸くてくるっとして可愛いですね。可愛らしいですね。校長さん、皆さんこうなんか撮ってますね。ちょっと話聞いてみます、ね、うんうん、すいません、すいません、これって菊の花ですか。菊よ、あそこにオーナーがいるわ。あ、オーナーさんがいるの、あっちに。オーナーさん、オーナーさん、変わった形の菊について話を伺うことに。こんにちは、こんにちは。こんにちは。これ菊の花ですか。そういう花で。菊さ。これなんか普通の菊の花と形違うんですけど、なんか特徴があるんですか。うちの菊は基本的に漢方用に作っている。用だ。なるほど。観賞用ではないんだ。観賞用じゃないんだね。そうなんですね。ここは1年間いつでも来たらこんだけいっぱい菊の花があるんですか。いくらなんだって花なんて一年中咲いてるわけないじゃない。時期があるに決まってるじゃない。そうなんですね。先生びっくりしてくっついちゃいました。ピンクの上ベタってここに。なるほど、そうなんですね。一年の今の時期にだけあるんだよ。今だけ。今だけなんだ。ちょうど今の季節なんですね。これ色が違うのは何か意味があるんですか。うちの畑では白と黄色の2種類の菊を栽培しているんだ。
白い方は紅菊と呼ばれているんだ、うん、黄色いのは金菊というんだ、金だよ。この2つはお茶にした時の味が全然違って、黄色は花の香りが濃くていい香りなんだ。白い方は甘みが感じられるんだよ。え、何、ちょっと待って、え、菊の花ってお茶として飲めるんですか？いやだ、知らなかったの。え、飲めるの？うん、抗菌作用もあるし、いい香りもするし、あの菊の花の花びらを入れたお茶って台湾ではよくあるわよ。そうなんだ、全然知らなかった。あ、そうなんですね、うん、え、お姉さん、ちょっと飲ませてもらってもいいですか？うん、飲みたい。いいけど、君たち今日ここにコスプレ写真を撮りに来たんじゃないの？違うんですよ。あの、今日高橋部長ってご存知ですかね？ちょっとね、最近あのお腹が出てきてちょっと悩んでる部長がいるんですけど、あの部長がね、あの今日あの酸っぱい小籠包を探せってことで、今日ちょっとそれを任されて来てるんですけど、こちらに小籠包ってあったりします？酸っぱい小籠包か。それより君たち走り回ってたから疲れたろ、お茶を飲もう。何、優しい優しい。私ね、お茶大好き。それにね、菊のお茶っていい香りでしょ。そうですね、もうこれだけここにいるだけでいい香りがするから、きっとすごいいい香りのお茶だと思う。期待できると思う。あら、まあ、なんか先生今日珍しくなんかちょっと可愛く見えますね。だって蝶だもん。あ、蝶だもの、蝶だもの、はい、ということで、え、じゃあちょっといいですか、皆さん、この菊を取り終えたらお茶を入れてあげるよ。はい。ミャオリーのトンルオは菊の産地で、毎年11月から12月初旬に開花し、7、8分咲きの際に人の手によって収穫されます。高次郎かわいい。かわいい。これ取らないといけないですから、取らないといけないですから。すいません、遊んでる時じゃないですね。ここまでいいよ、お茶を飲みに行こう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、はい。続いてオーナーさんが2人のために菊花茶を入れてくださいます。いや、菊茶僕人生で初めて飲みますね。本当に飲まれたことないの、はい、台湾にいて。そうです。あらまあ、全然飲まれたことあります。もちろんもちろん、だって家でも菊の花買ってきてやるもの。あ、そうなんだ。台湾では一般的な菊花茶どんな味なの？まあ、僕これ生まれて初めて飲むんですよ、菊のお茶。60年以上あるここの菊花茶を初めて飲むだと。そうなんだ。ここが有名なんですか？そう、ここの特産品だよ。あ、そうなんだ。やっぱりこう名産地でいただくっていうのは絶対美味しいと思うんですよね。そうですね。うん、楽しみ。で、オーナーさん、これどれくらい待つんですか？明日まで待つんですか？ほら、だいたい 500cc 分のお茶を作る際は12から15の花を入れて約3合分ほど置いておけば飲めるよ。あ、なるほど。じゃあそろそろ飲めるっていうことで、さあ、いよいよ菊花茶をいただきます。これすごい色が綺麗なんですけど、お父さん、これなんか入れてるんですか？うちの菊花茶はもともと見てもらったら分かるように金色なんだよ。着色料は使ってない。天然だよ。天然でこの色出るの、すごくないですか？いただきます。熱いですよ。熱い？オッケー、気をつけます。あ、すごいいい香り。あ、すげー、花の味がする。ね、いい香りがする。花の味がするんですね、本当に。そうだよ、これは干したことでとても天然ないい香りがしているんだよ。ちょっとした甘みもあるんだよ。なるほどね、天然だからこそこんだけいい香りがするんですね。天然素材だからこその美味しさなんですね。でもお父さん、これね、これさっきこれあの干してたやつじゃないですか、これなんかこう干し方があるんですか？畑から取ってきたら大体16時間乾かすんだよ。そうしたら菊のお茶として飲めるようになるんだ。そう、それで完成するんだよ。あ、そうなんだ。結構手間暇かかるんですね。どのぐらいの量をそうやって乾燥させるんですか？基本的には8キロを干した後に1キロになるんだよ。そんなちっちゃくなるんだ。菊の季節が来るとオーナーさんはとにかくお忙しいそうなんです。見てください、校長リュウハさんの美味しそうな表情。さらにこちらには菊のお菓子もあるそうなんです。ほら、これ食べてごらん。いただきます。なかなかお目にかかれない菊菓子、どんな味なんだろう。うん、花の味がする。うん、甘みがしますね、花の甘みが。私そんな長いこと台湾にいるけど、菊のケーキなんて初めていただきます。あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっといただきます。そのお味はいかに？うん、菊
菊入ってますからね。実はこの菊菓子とパイナップルケーキは大体同じなのだよ。ただ中にパイナップルが入っているか菊が入っているかの違いだけなんだよ。確かに。でも日本人にお土産で買ってたら喜ばれそうですね。だってほら形も綺麗じゃないですか、菊の花の形していて。でもありがとうございます。わざわざお茶とこの菊のね、菊のケーキと、ありがとうございます。珍しいものいただいてね、本当に。いい一日だわ、今日。ねえ。おやおや、高次郎、任務忘れてない？任務。でも高次郎、お茶なんか飲んでる場合じゃないわよ。任務忘れないで。美味しいお茶も、美味しいケーキもいいけど、今日のあなたの任務は、そう酸っぱい小籠包を探すこと。そう、任務をちょっと忘れてました。そうですよ。オーナーさんね、僕妹にねずこっていう妹がいるんですけど、妹のねずこがねちょっと鬼になっちゃって、その鬼をこうどうにか先生突っ込んでくださいよ。先生突っ込んでくださいよ。ねずこを助けるっていう、はい、ねずこちゃんのために今日ほらこういう格好してるじゃないですか、はい、酸っぱい小籠包でねずこちゃん助かるの。ちょっと置いときますよ、もうねずこ置いときます。置いときます。まあ戻って、オーナーさんね、今日ね僕酸っぱい小籠包探してるんですけど、オーナーさんもだいぶ時間経ったんですけど、なんか思いつきましたか。ずっと考えていたんだけど、この辺りは発火文化が盛んな場所なんだ。そこでカツオ汽車駅に行ってみるといいよ。何か見つかるかもしれない。駅の方に行けと。そうそう、発火のところですよね、あそこね。そうなんです、はい、じゃあその駅の方に小籠包を探しに行ってみたいと思います。じゃあ行きましょうか、先生、はいはい、ありがとうございます。小野さん、ありがとうございました。とっても美味しかった、ごちそうさまでした。